なかなか服属してくれない相手もいますよね。解説の霧雨マリサです。服属したと思ったら、すぐに反乱を起こす人たちもいますよね。白霊霊夢です。勝利のためなら女性を利用することもありますよね。魂魄妖夢です。今回は熊荘やろうと思うぜ。前回は慶光天皇の土蜘蛛討伐だったんだけど、本当は熊荘討伐がメインだったんだよね。でも、熊荘って何気に謎が多いんですよね。先に注意事項を述べておきますが、この動画を作成したウプ主は歴史の専門家ではありません。あくまで一般人の素人が作成したものです。そういう事情もあり、この動画の内容が、すべて真実だとは思わないでください。それと、ネット上の出所不明の情報も混ざっており、ウプ主が独自で脚色を加えた部分もあります。それらを理解した上でご視聴してくださると嬉しく思います。それじゃ、前回までの復習から始めましょうか。天皇家の先祖は氷務下の国にいたとされているんだけど、神武統制を行い大和の地に入ったわけだ。いわれびこが橿原で天皇に即位し、日本が始まったと考える人もいます。神武天皇が崩御すると結氏八代と呼ばれる情報が極端に少ない時代に突入することになるぜ。当チャンネルでは結氏八代ハクスブルク家方式を紹介しました。結氏八代の最後の天皇である開化天皇が崩御すると、第十代崇神天皇が即位することになる。崇神天皇の時代は大和王権は目覚めたがごとく、動き出し各地に軍隊を派遣したんだよね。崇神天皇の時代に、指導将軍を派遣した話があります。睡眠天皇の時代になると、伊勢神宮、美真名など、様々な話が出てきたわけだ。睡眠天皇が崩御すると、慶光天皇が即位することとなります。慶光天皇の時代には、日本で最大勢力は大和王権だったとも考えられています。こうした中で、九州の熊祖が大和王権に貢ぎ物を送らなくなり、反抗的な態度を取るようになったわけだ。日本書紀の記述によると、慶光天皇は自ら軍隊を指揮し、九州遠征に向かうことにしたんだよね。慶光天皇は土蜘蛛と呼ばれる北九州の部族らを討伐することとなる。土蜘蛛討伐を完了させた慶光天皇は、氷務下の地に入ることになります。ここまでが前回のあらすじだよね。ここからが九州遠征の本当の目的である熊祖討伐ですから。でも、謎が多いんだよね。日本書紀の熊祖討伐の話を始める前に、熊祖に関して語ってみましょうか。過去に語った部分と重なる部分もあるんですが、熊祖に関しては、熊国と祖国の二つから成り立っていたとする説がある。もちろん、異論もあると思いますが、熊祖に関しては、熊国が熊本県南部の熊郡を本拠地としており、祖国が鹿児島県東部にある総郡にあったのではないかと思う。これから出てくるんですけど、熊祖は二国で成り立っていた説を採用した方が、どこかしっくりとくるんですよね。熊国に関して述べておくと、岸和神殿に登場する熊国だったんじゃないかと感じるぜ。熊国は邪馬台国と敵対している国だったような、岸和神殿に熊国に関する、記述は次のようになっています。その南に熊国あり、男子を追うとなす、その間に九口引くあり、女王に属さず、熊国と熊国ってどこか名前が似ているけど、その間に九口引くあり、の言葉に注目してもらいたい。九口引く、が特に重要だと考えております。熊本県北部に菊池氏があり、菊池氏には過去には、菊池彦なる領主がいたとされる。菊池彦、と菊池彦、読み方が若干違うけど、類似性は高いと感じるよね。それを考えると、熊国の北端は熊本県北部の、菊池氏あたりだとも考えられる。熊国は邪馬台国と戦争をしていたわけですから、さらに北には邪馬台国があったとも考えられるのではないでしょうか。過去の動画の補足でもあるんだけど、邪馬台国は義を後ろ盾にして、熊国と戦っていたとされているぜ。でも、義は蜀を滅ぼすけど、短期間で秦に移行していたような、三国志の世界を統一した精神なんだけど、二代目の皇帝の時に、八王の乱が起きてしまい頼りにならず、邪馬台国は後ろ盾を完全に失ったと考えることもできる。卑弥呼の後の時代になってしまうんだけど、邪馬台国は義の援助で熊国と戦い苦戦していたのに、義の後ろ盾がなくなってしまえば、弱体化するのは当然とも言えるでしょうから。話はかなり逸れてしまったんだけど、邪馬台国は弱体化しても、熊国は生き残ったわけであり、これが熊国ではないかとも考えられる。
さらには、熊襲は大和朝廷と同盟を結び、援助してもらっていたんですけど、大和大国が弱体化したことで、脅威がなくなり、大和朝廷には貢ぎ物を送らなくなったとも考えられます。これが日本書紀にある、熊襲が貢ぎ物を送らなくなった、話であり、景行天皇が熊襲討伐を決行した理由であるとする説もあります。他にも、熊国と朝鮮半島にある和人の国である、カヤ、の呼び方が似ており、カヤの人で海を渡り九州に来た人が建てた国が熊襲などの説もあるようだ。朝鮮半島の和人の国で、クヤ韓国もありますから、ここまで来るとわからないという他ないんだけど、次は熊襲のもう一つの国である祖国に関して述べてみましょうか。祖国に関して述べておくと、日本書紀には神話の時代に、ニニギの御事が高間ヶ原から舞い降りた時に、何種類かのパターンがある。この中に祖国と関係がある話があるんですよね。日本書紀に次の一文が存在します。ヒムカの祖の高千穂の峰、ね。これが祖国の領域に、ニニギの御事が舞い降りたと考える話もあります。ニニギの御事が天孫降臨で舞い降りた時は、そこが痩せたような土地で、うんちゃらなんて話もあったんだけど。でも、高間ヶ原から地上に舞い降りたニニギの御事とこの花咲くや姫とのラブロマンスなんてのもありましたよね。まあ、ラブロマンスと言っても、ニニギの御事と咲くや姫の話は、ニニギが咲くや姫にいきなり合体を要求した話でもあるんだけど、妊娠した咲くや姫に対し、ニニギの御事は自分の子ではない、と認知しないクズっぷりも発揮した話もあったような。でも、ニニギの御事と咲夜姫の話は笠佐の岬が出てくるから、熊襲の領域で繰り広げられたことにもなってしまう可能性も出てくるんだけど、まあ、神武天皇から景行天皇であっても、すでに12代も経っていますから勢力範囲は変わっているのかもしれませんし、ニニギの御事はそこからさらに遡った時代の人ですから、いろいろな理由で土地の割譲とか、勢力範囲の変更はあったかと、それでも、景行天皇の時代に、祖国の領域は大隅のあたりだったんじゃないかと思うぜ。余談なんですが、過去にこのチャンネルのアンケート機能を使い、高間の原がどこにあったのか、のアンケートを取ってみました。天孫降臨して高間ヶ原から舞い降りたニニギの御事の話も出てきており、結果発表したいと思います。視聴者様のアンケート依頼となっております。高間ヶ原はどこにあったと思いますか、というアンケートです。1、九州に、四国、3、近畿4、朝鮮半島、5、その他の5択です。結果として半数以上が九州にあったと考えていることが分かったんですよね。多数決で決められることではないと思っていますが、アンケートを依頼してくれた方や、コメント、投票してくれた方々ありがとうございました。この場を通じてお礼を申し上げたいと思います。高間ヶ原が九州のどこにあったのか、も気になるところなんだけど、高間ヶ原は神話の世界ですから、難しいところでもあるよね。話を進めましょうか。それじゃ、日本書紀の記述をもとにして、熊襲討伐の話を進めていきたいと思うぜ。ようやく本題に入る感じですよね。ここで注意事項なんですけど、日本書紀では熊襲と呼んだり、祖国と呼んだり他にも記述がばらけますが、ここはできる限り日本書紀に忠実な形にしてあります。わかりにくかったら申し訳なく思いますが、熊襲を破るために何をしたのかに関しては、わかるかと思います。悲しい物語になっているんですが、ヒムカに入った景行天皇は、軍議を開き軍神と話し合うこととなります。その時の様子を見てみましょうか。私が聞いたところでは、祖国の扱いや、酒屋という者がおり、この二人は熊襲の強者であり、家来も多い。これを熊襲の八十猛と呼ばれており、軍は勢いが盛んであり、向かうところ的な人も聞いておりまする。ここは大軍を動かし、八十猛を討伐したいところではある。火星の軍隊では、八十猛に勝つことはできそうにありませぬ。しかし、わしは多くの兵を動かせば農民たちの、害になると考えておる。徴兵を行えば、農民たちは農作業ができず、苦しむことになるでしょうな。兵士を動かさずに、八十猛を撃つことはできないであろうか。ならば、熊襲猛には二人の娘がいます。姉を市深谷と言い、妹を市深谷と言います。市深谷と市深谷のことは聞いたことがある。二人とも容姿が整っている美人であり、気性も猛々しいと聞いておる。女性のことはちゃんとチェックしているのですね。当然じゃ、バカなことを申すな。話を進めよ。市深谷と市深谷の二人の姉妹に多数の贈り物をし、味方とするのが上策ではないでしょうか。なるほど。ここで熊襲猛の様子を伺うようにし、二
不意をつくことができたならば、兵も使わず熊祖武を打ち破ることができるというのじゃな。その通りでございます。しかし、そなたはわしに女性を利用するようなことをしろと申すのか。それは、安心せよ。わしにとっては、この程度のことは朝飯前じゃ、そなたの言うことは予期策だと思っておる。私は贈り物を用意し、一深谷と一深谷に会ってみることにいたす。そのようになさいませ。世の中には悪い男がいるって聞きますけど、これが慶光天皇みたいな人でもあるんでしょうね。女性を利用しようと考えているわけですから、一深谷と一深谷の名前に注目してほしいんだけど、か、の文字が入っているぜ。鹿児島の、か、であり、この花咲夜姫の別名として、花室姫やかむわた花室姫といったものがあり、一深谷と一深谷にも、か、の文字が入っていることから、関係があるのではないかとする説もあるようです。地名から関係があるとかも十分に思うところなんだけど、慶光天皇は一深谷と一深谷に贈り物を持参し、近づくこととなります。その時の様子を見てみましょうか。多数の贈り物に、感謝の念でいっぱいでございます。私も姉と同じ気持ちでございます。わしもそなたらのような美しい女性に会うことができて嬉しく思う。嬉しき言葉を言ってくださります。そのようなことを言われては、照れてしまいまする。ちょっと、姉妹と会話して性格を探るとするか。少しわしと話をしてみませぬかな。わかりました。楽しい話を聞かせてくださいませ。あなた様が素敵な殿方だということがわかりました。私も同じことを思いました。それはよかった。わかったぞ。利用しやすいのは姉の一深谷の方じゃ。それでは、わしはそろそろおいとますることにいたそう。もっといてくださりませ。その通りでございます。いやいや、わしも政務を行ったり部下に指示を出したりせねばならぬ。今日は本当に楽しき日でござった。また来てくだされ。うむ。そのようにいたす。絶対にですよ。慶光天皇は熊祖武の姉妹に近づくのに成功したんですよね。日本書紀には、二人の女を欺いて味方にした、とあります。これって、現代で考えれば慶光天皇は悪い男ってことになりますけど。さらに、慶光天皇は姉の一深谷を呼び出すこととなります。その時の様子を見てみましょうか。お呼びでしょうか。私はそなたよりも美しい女性を見たことがない。そのようなことはございますまい。大和の国には美しい女性が多くいると聞いております。大和の女性よりも、そなたのようなものの方が、わしは好みなのじゃが。まあ、お上手ですわね。でも、慶光天皇のような素敵な方に、そのような言葉を述べられて嬉しい。これはいけるぞ。わしはそなたといい関係を築きたいと思うておる。私は世間からは武田家しい女性と言われており、それでも構わないのでしょうか。わしはそなたのすべてを受け止めたいと考えておる。この人は私を受け止めてくれるに違いない。わしはそなたのことを特別な存在だと感じておる。私もでございます。これが、一深谷の地獄の一丁目なんですよね。歴史解説なのに、ドロドロとしてきたよね。日本書紀には、慶光天皇は一深谷を召し出し、偽り寵愛された、とある。一深谷は本気なのに、慶光天皇は偽りの愛を向けていたんですよね。慶光天皇は何人も妃がおり、80人も子供を作ってしまったような人だから、女性の扱いには慣れており、一深谷の心を射止めるのも造作もなかったとする話もあるようです。慶光天皇は一深谷の心をつかみ、熊祖が従わないことを悩んでいると一深谷も知ることとなります。その時の様子を見てみましょうか。熊祖が従わないことを悩んでおられるのですね。その通りじゃ。しかし、そなたは熊祖の娘でもあるし、そなたに相談すべきことではないこともわかっておる。何を言っておられますか？あなた様と私の仲ではございませぬか？そうじゃな。わしはそなたのことを愛しておる。私もです。わしが頼りにするのは、そなただけじゃ。ならば、私に策があります。一深谷は何かやってくれるやもしれぬな。私に一人か二人の兵で十分なのでつけてください。わかった。そなたが何を考えたのかはわからぬが、わしはそなたの言う通りにしよう。勝手に暴走してくれればわしも助かる。私のすべてはあなた様のものでございます。私はあなた様に良い結果を報告できると思うております。うむ。楽しみに待っておる。一深谷は強い酒を用意し、父親である熊祖武に会いに行くんですよね。嫌な予感が全開なやつだよね。この時点で一深谷は、完全に地獄に足を踏み入れたとも言える。一深谷の様子を見てみましょうか。一深谷よ。
よく来たの。いいお酒が手に入りまして、父親に飲んでもらいたいと思い持参しました。そなたは父親思いの立派な娘じゃの。私がいるのも父親のおかげでございます。ささ、お酒をお飲みください。うむ。なんという強い酒じゃ。わしは眠たくなってきたわい。父親の弓の弦を切らせていただきます。父に恨みはありませぬが、これは慶光天皇のためなのです。お許しください。入ってきなさい。やってしまいなさい。この人は、あなた様のお父上なのだ。そのようなことは存じております。本当にやってしまっていいのか教えてほしいのだ。もちろんです。私には父よりも大事な人がいるのです。遠慮はいりません。やってしまいなさい。わかったのだ。ぐわ。ついにやってしまいましたね。一深谷は自分の父親を手にかけてしまったわけだから、こうした中で、一深谷は状況を慶光天皇に報告に行ったわけだ。その時の様子を見てみましょうか。どうしたのじゃ。私はついに自分の父親を殺めてしまいました。ついにやったか。そうか。私はあなた様のために父親を殺害したのです。ならぬ。それは、一体、どういうことでしょうか。私はあなた様のために父に手をかけたのです。少しは何か言ってくれても良いのではないでしょうか。わしはそなたを処刑せねばならなくなった。なぜでしょうか。わしがいつ父親を殺害せよと申したのじゃ。それは、そなたのやった行為は公の精神に反する行いである。世の中にはやって良いことと悪いことがある。ですが、私はあなたのためにやったのです。わしは大和王権を預かる身じゃ。そなたを許してしまったら、他の者に示しがつかない。わかりました。どうやら、私の命もここまでなのでしょう。自分の父親を手にかけてしまった罪は大きかったようです。この女を処刑せよ、さらばじゃ。祖国の長である熊祖武は殺害することに成功しておる。敵は指導者を失った。祖国を平定せよ。慶光天皇は一深谷を利用し、熊祖武を暗殺させたのに、一深谷を親不孝者として処刑しちゃったんですよね。日本書紀には、慶光天皇は熊祖武への一深谷の不幸を憎み一深谷を殺害した、とある。後味が悪い結末になってしまったよね。そのおかげで、兵士や民衆を消耗させずに済んだことを考えれば、最低限の出費で抑えた部分もあるんでしょうけど。ここでわからないことがあるんだけど、一深谷には妹の一深谷がいたわけだ。日本書紀に、慶光天皇は一深谷に日の国の宮津子を賜った、とあるんですよね。これって裏で慶光天皇と一深谷が共謀して、一深谷を操ったってことなんですかね。それか、慶光天皇は一深谷を殺害した自分に対し、近くに置くのは危険だと判断し、一深谷には遠くに行ってもらったのかもしれない。一深谷や一深谷は竹だけしかった話があり、寝首をかかれる危険もありますから。慶光天皇は祖国を平定したんだけど、一深谷が祖国ではなく、日の国の宮津子になった理由もよくわからない。何があったのかは、想像に任せるしかありませんね。それでも、各地の伝承などで知っている方がいれば、教えてくれれば幸いに思います。でも、これで祖国を平定したわけであり、日本書紀だと慶光天皇の目的は、達成されたことになっているんですよね。慶光天皇は氷室に6年ほどいた話がある。氷室に美人の御墓姫がおり、これを妃とした話があります。御墓姫は豊国分家の御子を産み、豊国分家の御子が氷室の国の宮津子となっているぜ。地元出身者との血縁者の方が氷室の地を抑えるのには、適任だと考えたんでしょうね。慶光天皇は氷室では、小湯の阿形に行き、丹後小野で遊んだとある。この時に慶光天皇は東を見て、次のように述べた話があります。あれを見よ。東側に見事な太陽が見えますな。この国は直に日の出る方向を向いている。その通りでございます。慶光天皇の言葉から氷室という名前が誕生したともされているぜ。小湯の阿形は現在の宮崎県小湯郡だと考えられています。さらに慶光天皇は、野中の大石に登り都を忍んで歌を歌った話があります。
その時の様子を見てみましょうか。私の心の歌を聴いてほしい。わかりました。七か所を思う我が家の方から雲が湧いて流れてくるようだ。大和は最も優れた国、青々とした山が重なり、柿のように包んでいる。大和の国は美しい、命に満ち溢れた人は、へぶりの山の白樫の枝を、髪飾りとして髪に刺しなさい、この子よ。景行天皇は大和を恋しく思っているのじゃな。見事な歌でござった。天皇のお気持ちがよくわかりました。我らの目的はすでに達成されております。その通りじゃ。大和の地をいつまでも開けるわけにはいきますまい。わしもそのように思うておる。大和に戻りましょう。うむ。そのようにいたす。大和へ帰還する準備をせよ。はは。景行天皇の歌は国忍びの歌とも呼ばれているぜ。古事記では大和たけるが。なんだけど、そのあたりは別で解説しようと考えております。でも、これで景行天皇は大和に帰還することになったんだよね。熊荘を服属させるのは難しく、また反乱を起こされてしまうんですけど。大和の地から離れている九州は隠国となり、反乱を鎮圧しても、すぐに背かれるパターンとなるぜ。三国志とかの中華王朝と異民族の関係にも似ている感じがするよね。次回なんだけど、景行天皇の帰還を題材にしたいと思うぜ。景行天皇が大和に帰るお話となります。なぜか来た道を帰らずに、別の道を通って帰る展開になるんですけど、予定としては、最後にサイコパスな、大和たけるの話を入れようかなと思っているぜ。そこまで行くことができればですけど。それじゃ、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。この動画が面白かったら、チャンネル登録と概要欄から Twitter の登録、ブログなども見てくれましたら嬉しく思います。それらを励みとし動画作成を頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。もよろしくです。